すまなかったな。それだとフェアじゃないと思ったんだ。メイが無限エネミーキルに陥ったのは私の責任だ。だから本来なら私一人で助けるべきなんだよ。そう言うだろうと思っていた。たとえテストが失敗だったとしてもね。だからあえて言わなかったんだ。他にも理由はある。メイは私が日本を離れる前にどうしても解放したかった。つまるところ私のわがままがほとんどなんだよ。それに君たちを強制的に従わせるなんてできるはずがない。分かったよ。ただまあ、あのヴォーパルストライクはそこまで致命的なダメージを与えるものじゃなかったんだけどな。レイカーへの一撃は私の憎しみの真意が働いていたからね。彼女が空へ憧れる思いの大きさは君も知っているだろう。自らの足を切り落とすほどの苦しいまでの情熱を。当時の私にはそれが許せなかった。レギオンのサブマスターとして私と戦う道を選ばず空への憧れを選んだ彼女が、いや彼女は選ばざるを得なかったんだ。その気持ちが当時の私には理解できず、悲しみ、怒り、そしてそんな感情を右手の刃に乗せ両足を切ったんだ。あとは君も知っての通りだ。ういういにしても彼女の意思を無視して私はメイを解放しようとしている。今日彼女はずっと無口だったね。気づいていたかい？彼女が加速世界から距離を置いていた理由はこれでもう分かっただろう。だから今日はフーコと事前に口裏を合わせて強引に話を進めてしまった。ういういの気持ちを確かめもせずにな。ひどいことをしてしまったかもしれん。まったく、君は時々私の想像の範疇外の発言をするな。いや、分かったよ。今は目の前のことに集中しよう。君の言う通り、すべてが終わったとき、笑っていられるようにね。春雪くん、本当にありがとう。やっぱりこれに限る。やあ、春雪君。どうした？緊張でもしているのか？ところで、食欲の秋だな。それは、デートの誘いか？なんだ、違うのか。残念だな。どっちなんだ、はっきりしてくれ。それとも、私の乙女心をもてあそぶつもりか？だからどっちなんだ。さてと、そろそろ失礼するよ。ではまたな。